こんにちは、二大冒険家のナルです。今日ですが、今日は制作6日目かなで、モバイルハウスの床が、間もなく完成します。で、あと床に関しては何をするかというと、床材の下に下駄を履かせるというようなことをしていきたいなと思います。で、まあ、下駄って何かというところなんですけども、まあ、床を言ったら、こう持ち上げるような材になりまして、で、そうすることによって、単管を通すことができるようにする、もしくは、そこの下の空間っていうのに何かこう物を入れておくようなことができるように、していきたいなと思います。はい。で、さらにですね、その貼り付けた材に関しましては、ガルバリウムで、まあ、下2センチぐらい、覆って、まあ、水を防ぐというので、まあ、腐りにくくするというような風にしていきたいなと思います。モバイルハウス次行くぞー。はい、ということで今からこの 60mm×60mm の材っていうのを貼っていこうと思います。はい。で、大体このビスを打つときなんですけども、まあ、材に対して打ってこうですね、見えるかな、こう材に対して、まあ、ビスを打ったときに大体こう2から3センチ、飛び出るような、長さが、最適というふうに言われております。なので、今回は、この60の材に対して、90ミリのこのビスを使って打っていきたいなと思います。はい。あと、一応気をつけないといけないのが、この床枠なんですけども、この、なんだ、釘が打ってある場所にしか材が、入っていません。なのでここは、断熱材しか入っていないので、まあ、ビスを打ったところで、まあ、全然こう不安定というか、まあ、もちろん刺さらないような形になります。なので、ビスを打つ場所には、気をつけるように、していきましょう。はい。という形で、1本つきましたので、残りの、3本もつけていきたいなと思います。はい。で、まあ、つけ終わったところでガルバリウムの、話というところに、続けていきたいなと思います。はい。あ、1点だけ、ちなみに、今回このなんていうんですかね、脇に打てば打つほど材が割れやすいので、まあ、そういったことを防ぐために今回この 9mm の、90mm のビスを使って打ってるんですけども、そのビスの太さも細いものを脇に使うようにしています。はい。で、太いものは別に真ん中ど真ん中打てるので、そちらに使っていこうのと、思います。はい。プチ情報でした。はい。で、床の材が、張り付く、床の材の、ビス打ちが終わって、でガルバリウムの切り出しが、完成したので、今、これからガルバリウムを、この底と同じように釘で打っていこうと思います。で、まあ、水から、防ぐ、 水が入ってくるのを防ぐと、水の接触を防ぐ何回言うねん、水の、との接触を防ぐことが、目的なので、今回は、まあ、大体横が 3.5 で、この端っこの部分も、3.5cm、35mm ですね、はみ出るように、はみ出るように、まあ、カバーされるように、デザインしてます。はい。じゃあ、この床打ち同様にどんどん釘打ちしていこうと思います。はい。この底面と同じようにこの、端っこの部分はこうパタパタと、折り込むような形になります。ちょっと先にそっちやってみましょうか。はい。とこんな感じで、床の下に、下駄を履かせて、でその下駄に、ガルバリウムを貼るという工程が終わりました。はい。ということで、いよいよですね、この反対側に床の材を貼れば、床完成というところまで来ました。でもうそれはビスでバン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 って打っていくだけなので、もういよいよ本日床が完成というところまで行っちゃいたいと思います。ちなみに今日が多分制作開始から、6日目かな。
はい、なので6日目で、外壁の、横壁の大枠と、横壁の枠とあと床が完成というところまで来ました。あとは、天井を作ってしまえば、いよいよこう立体的に組み立てることができるというような形になります。はい、じゃあもうあっという間に行っちゃいたいので、床を張るところまで、はい、やっていこうと思います。